死水町は、千葉県北部中央の陰場地域に位置し、陰場郡に属する町、都市雇用県における、成田都市圏に属する。江戸時代に入ると、成田山新勝寺や芝山二王村の産経による、宿場町、死水塾として栄えた、飯沼本家、死水曲がり屋町名の由来は、親孝校息子の井戸から酒が湧いたという酒の井戸の伝説である。室町時代から、戦国時代には、 千葉市の本拠地、本社総場が存在する。1960年代から住宅団地が造成されており、止水駅、京成止水駅周辺には、止水町中央台団地や、東止水住宅団地などが広がっており、JR 成田線の快速列車が止水駅に停車し、京成電鉄も京成止水駅、総合三道駅に特急列車が停車するなど、 交通の便が格段に改善されている。また、相互参道駅の近くには、京成電鉄の車庫が所在する。2013年4月10日に供用開始された、東関東自動車道、四水インターチェンジから約1トル地点に四水、プレミアムアウトレットが開業。成田国際空港から車で約10分程度と近い位置にあるため、訪日観光客をターゲットにした。 サービス展開も行っている。千葉県北東部に位置し、県庁所在地である、千葉市から約2 0トルの距離である、東京都の都心から40の5 0トル圏内である、都市雇用圏における、成田都市圏に含まれており、通勤率は、成田市へ21.0%、桜市へ11.3%、東京都特別区部へ11.2%。 西の白旗遺跡や上岩橋海藻、カンカン室遺跡などから発見された石器などから、約2万4000年前頃から人類が居住していたと、される。室町時代から、戦国時代には、千葉市の本拠地、本社僧城が存在し、北僧地域の政治的中心地であり、またインバ馬マの水運を利用した、水上交通管制の要衝でもあった。江戸時代に入ると、 土井都市活の桜城追記に伴う本社創場廃城により政治的意義は失われたが成田山詣や芝山に大村ソン詣の宿場町として栄えた。また当時の陸上交通手段である馬を扱う幕府直轄の野馬会所が存在し水上交通の便も手伝い物資の集散地となった。生産業では農業や酒造業が盛んであった。近代に入ると 1897年に、止水駅、1914年に、南止水駅、1926年に、京成止水駅、1929年には、総合駅と鉄道が相次いで、開通、駅が設置された。昭和中期に入ると、東京の大都市圏が広がりを見せたこと、小規模な自治体ながら、鉄道インフラストラクチャーが整っていたことなどから、 全室の住宅団地の造成が進み、現在では、主として、千葉、成田方面に対する、ベッドタウンとなっている。明治の大合併以降、合併を行っていない数少ない自治体の一つでも、ある。県内では他に、鎌ヶ谷市や奈良市の市、富里市、浦安市がある。また、明治の大合併以降で合併を行っていない、自治体で当初から調整を施行している町も極めて、珍しく。 かつてはたくさん存在したが、昭和や平成の大合併までにほとんどが、他の町村を編入したり合併によって消滅したため現在市水町以外では、群馬県の長野原町しか残っていない。戦士、古代中世近世近現代編成表、編集平成27年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、1.31%減の2955人で、 あり、増減率は、千葉県下54市町村中19位、60行政区域中25位、男性、1913人、女性、1828人県政、編集国政、編集止水プレミアムアウトレット本社、本店を置く企業、編集住宅団地は、止水町中央大団地、東水住宅団地などがある、インフラ整備状況、 編集市水場の下水道普及率は90.2%と、県内の町村ではトップの普及率であり、県内市町村では、浦安市、千葉市、八千代市、四街道市に次ぐ5番目の普及率である。2次医療圏としては、インバ医療圏である。3次医療圏は、千葉県医療圏、医療提供施設は特筆性の高いもののみを記載する。 東京学館高等学校高等学校中学校、小学校幼稚園児童福祉施設止水駅、京成止水駅東日本旅客鉄道、京成電鉄路線バス、編集高速バス、編集、トネライナー及び、止水プレミアムアウトレット交通も参照、フレアイタクシーという大型タクシーを利用した、デマンド型の乗り合いタクシーのサービスを行っている。このタクシーは、 スクールバスも兼用しているため利用時間帯が限られており予約が必要となっている。このサービスは2003年度における国土交通省の公共交通不便地域における情報通信技術を活用したデマンド型乗り合いタクシーモデル実験という実証実験からスタートしたものである。四水パーキングエリア高速道路一般国道主要地方道一般県道本桜上住 小森タコ粉国、県指定及び国登録文化財一覧、ふるさと大使、マスコットキャラクター、カテゴリー、止水町も参照、ありがとうございます。